セリアでこれをまた追加で買ってきました。これを使ってちょっと改良してみます。この折り返しの部分は足を一番伸ばした時にこのラインが揃うようにして寸法を決めました。
ダイソーで余った棒を使ってこのウィンドスクリーンをまた改造してみます。怪我しないように先端を丸めました。